駅前広場旧駅舎上木駅は、三重県稲部市北勢町上木にある、三義鉄道北勢線の駅で、道線の終着駅である。駅構造島式ホーム一面二線のホームを持つ、地上駅である。かつては、単式ホーム一面一線であったが、構内の二線への拡張に伴い、現在のホームに切り替えられた。駅前広場、駅舎、ホーム等の施設について、 バリアフリーに対応しており、三重県が定める、三重県誰もが住みよい福祉のまちづくり推進要項、三重県バリアフリーのまちづくり推進条例の整備基準に基づいていることを示す適合症交付施設となっている。駅舎は平屋で、プラットホームの終端部に接続するバリアフリー構造である。駅舎北東側部分の改札外には、冷暖房付けの待合室が設置されている。 一部時間帯のみ駅員が配置される。以前は、現在の駅前広場正面の道路脇まで線路が伸び、現在の駅前ロータリー付近に、北税線開通以来使用されていた、旧駅舎があった。阿げ木駅の整備により、旧駅舎、ホームの跡地に、駅前広場が、拡張整備された。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。 阿げ駅の乗車人員の推移を過表に示す。同駅利用者2005年度まで減少を続けたが、2006年度以降は、並行するバスが大幅に削減されたことや、列車増発の効果もあって、増加に転じた。阿げ駅に通ずるアクセス道路中央電車停車位置が、阿げ駅右背後は、藤原学阿げ駅前バスターミナル、阿げ駅の整備と、並行して、 当駅の北側から、桑名方面に指導が整備され、県道北瀬田土線に接続することにより、駅への道路アクセスが改善された。最寄り停留場は、挙木駅前、または、挙木温泉である。以下の路線が乗り入れ、三重交通、稲部市社会福祉協議会により運行されている。挙木駅前挙木温泉あたり駅の南側に、隣接して、京弁鉄道博物館が、 市民団体により運営されている。昭和6年製軽便電車も226号が保存されている。館内にある電車台は過去に当駅駅舎北西側の赤側横にて実際に使われていたものを移設したものである。2004年3月31日まで麻生電駅との間に六国駅があった。ありがとうございます。